本日は山陽物産様にお邪魔いたしまして、10月から営業開始予定の、ゆうぱちスーパー海物語 in Japan 2 with 太鼓の達人の白撮影のためにお邪魔しました。本日もトミーエリア長、よろしくお願いします。よろしくお願いします。普通や 本日、寝台撮影5回目になるんですけれども、はい。今回も相方がいるということなので、もうそもそもなんでこういう格好なんかちょっとよくわかんないですやっけぱど、海やからでひしげも生えてるし、ょ。海祭りといえばやっぱ海ね、祭り、漁師。はい。トミーといえばやっぱ漁師。そうですね、もうそれでいいです。はい。はい。だ、ふんだ。まあ、前回からね、相方さんを交えての撮影になっそうてですますね。けども、はい。今回もまあ、気心知れた店ええ。長ということで、相方の紹介を今なん日も。かやけに海物語に詳しいというあ、なんかエキマスニパーアットをク呼でんでるんね。でね。ちょっとおばちゃんっぽいね、店長っていうちょっと感期じで待しすたいけですど。けどね、は誰い。だろうな。じゃあちょっとお呼びいただいていいですか？ルル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 ル
ペヤングです。はい、ということで、そういうことで店長の田島店長、よろしくお願いします。まあやっぱりね、海物語といえば私みたいなとこありますので。そうですね、はい。まあ、返し雑返し雑ちゃいます。まあ、過去ね、ヒコのチャンネルでも、はい、海のシダ、まあまあ、たくさんさせていただいてて、はい、結構海のシダの、頻度が、田島店長の出てる回が多いんですよね。再生数も伸びてて。いやー、でもだいぶ今日はそういう海のマニアックなコメントを期待できるんじゃないですか。まあ、前回、あの、トミーね、一人で。私の発言がほぼ合わないんで。そうです、はい。うまいですね。海にかけてるんですね。はい、ということで、トミーがね、あんまりちょっと海詳しくなかったので、前回。ああ、そうなんですね。今回はちょっと補足も。まあ、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 よし。はい、はい、はい。あの、もうね、海のこと全然知らなかったんで。じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ。北の国からみたいになってません？誰、ホタルのために、俺、温泉掘ったんだ。掘ったんだ。っていうね。ルールルーまで行くか、もう。一回言うてるから。ルールルーもちょっと。まあ、今回、あの、海マスターというか、海マニアの、そうですね、どれぐらいのもんかちょっと見てみたいなと思いますけど、ね、そうですね、はい、今回なんか注目してる点とかあったら教えてください。そうですね、やっぱりジャパンといえば方言出玉、あのね、ラウンド中に出る女の子の紹介とか、あと収録曲が多いのでね、そのどんな曲入ってるのかとか、どんなプレミアがあるのとか、そういうのをちょっとね、深く見ていければなと思っております。はい、今田島店長からの紹介ありましたけど、本日は2人で打つということなんで、プレミアを出したら勝ちというふうにしたいと思います。得意ですね。引きだけはもうね。そうですね。もう、まあ、ちなみにプレミア引けなかったら罰ゲームということなので、はい、今日は頑張っていただきたいと思います。はい、頑張ります。よろしくお願いします。あなただけのペヤングがスペックをお届けいたします。大当たり確率、低確率時約 99.9 分の1、高確率時約18分の1、各変割合 55%、 各変タイプ次回まで、時短引き戻しを含むトータル継続期待値約 67.7%、 時短回数通常大当たり終了後33回。それでは僕の最高のパフォーマンスをご覧ください。お願いします、はい、よろしくお願いします。富田マネージャー、これ前の海物語ジャパンとか売ってはったんですか？これ前もミドルの方をね、あー、売ってたんですね。放送しましたね。まあ、ほとんど放送事故でしたけどこれ今回アマデジなんでね、タイムの達人、はい、前は桃太郎電鉄でしたもんね、前のアマデジの時は。ジャパン、ジャパンです、はい、ジャパンです。あれ良かったですよね、面白かった、ね、あれ良かった、面白かったですね。今回はプレミアが出した方が勝ちということで、どっちが先引けるかね。そうですね、まあ、海物語あるあるですけど、その2個目のモードより沖縄モードとか3個目のモードの方がプレミアが出やすいです。どれ、そのこれ違います、それの次です、それの方が出やすいです。あ、これね、オカルトです。よっしゃ、オカルトね、オカルトですよ。 エビ
エビ。このボタンがね、このボタンの時に出てくる柄が重要なんです。マニアなかなか詳しいな。い、海物語どれほど好きかっていうのが、あ、すごいね。普段から一人で大海物語売ってますから。すごいな。ちょっといろいろその辺僕に教えてもらいながら。あ、もうそうですね。今回の海はいつもと違って当たったら核変なんですよね。 ST じゃなくて。そうです。それが醍醐味ということで。まあだからか必ず核変に行くとは限らない。ああ、なるほどですね。まあ、この列が行ったら暑そうですね。なか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 やな。なかなかですね。ああ、せめてスーパーリーチぐらい引いてほしいところなんですけど。あ、スーパーリーチ行きますよ、これ。音符なんで。あった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 音符でスーパー行かないってことは確定ですから。音符はスーパー確定ですからね。俺よ、おめえのためによ。終わったら用意してやっとった。用意してやっとった。いや、この今回の海の嬉しいところは、おきうみ3でしかなかったキラキラハッピーの楽曲が収録されてる。わかんねえよ。わからん。これがもうめちゃめちゃ嬉しい。おお、さすがやね。はい、確か沖縄3の時に使われてる曲。そうですね。はい、お、ルルルルルルル、あ、出た出た、ルルル、あ、これはこれはこれは、これプレミア対応。はい、どうでしょうか。昇格エリスはプレミア、はい、格変なだけなんでプレミアじゃない。じゃない、難しいな。よいしょ。あ、止めた止めた。コメントが、コメント健康的な。ああ、出ないですね。マネージャー好きじゃない。それ怒られますよ。え、これカット、これカット、これ今の使いますよ、使いますよ。ほんまに怒られる。あの、こういうの好きやから。ほんまに、ほんまにわかります。ほんまにわかります。ああいうタイプ好きやから、ああいうタイプ好きやから。これ核変ってことはね、プレミア出やすそうですけどね。お、来た。やばい。あー、なるほどね。今回図柄が揃うと、はい、時短、33回の時短入ります。今回は夏祭りが収録されてますからね。そうですね。怒ってるじゃないですか、時短ないから。すごいですね。え、それミドルの時も入ってた。夏祭り入ってなかったっすよ、ミドルの時は。ありました？ないですよね。さすがやな。いや、もう誰やと思ってるんですか。すごいわ。海おじさんと言われてるぐらいなんで。読んだだけあるわ。いや、ちょっとプレミアを出したいんですけどね。そうですね。まあ、33回のうちにこれ当てたいな、これ。あ、33回入ります。時短ですね。時短ですね。レッツ花火大会。あ、それ暑いですね、前から。いきますよ。よいしょ。あわかい。あわかい。まあでもひょっとしたら、よいしょ。当たる。これでラウンド中に核変、昇格演出が入れば。そうですね。いや、もう。ルル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 。
マリンちゃん、ワリンちゃん、ウリンちゃん。そうですね。どれが一番好きですか？もう確実に決まってるんですけどね、僕は。お、ウリンちゃん。もうロリコンやん。危ない危ない。いやもう確実にウリンちゃんですよ。危ない。めちゃめちゃ可愛い。トヨタマネージャーちなみに。ツンデレな？ワリン。ああワリンちゃんですね。あのほくろがいいですよね。泣きぼくろがね。泣きぼくろ。ちょっと奥さん似てないですか？あ。ルルルルルル。ごまかし方。ごまかせてやる。いや嫁には似てないな。どう考えても。ちょっと考えてたんです。はい残念。また33回転の試写2回目ね。いやまあ海の醍醐味は時短にありますから。こっちを押すの一緒ですか意味は？画面タッチとこの真ん中のボタンはリンクしてます。なんでリーチした後にそこを押していただくと。なるほど。なんかやっとまともな動画の解説をしてる人に巡り会えたような気がしますね。はい、ナイアガラ、ナイアガラからの泡泡はい、よいしょ。もう勢い出してるだけで落ち込んでる感がすごい。おいしょって。いやすごい。マリンちゃんカットインですね。マリンちゃんカットイン。おっ、お来ましたね。あ、来た来た来たよ。当たり方しやがって。いやもうこれ完璧じゃん。あとは、わ、太鼓音ついてますけど、これはプレミアちゃいますか？これはプレミアだった。あ、これは三陽さんプレミアだった。あ、これプレミアですよ、これ。ってことは僕の勝ちなんで、富田マネージャー罰ゲーム。早いな。勝負が早い。あ、もうね。あ、なんかみこしも飛んでましたよ。うわーすごい。はい、お見事、格変ゲット。雑炎まとめに行く。あー、私も時短抜けました。もう一回地道にやっていきます。もうオフホワイトな気分です。まあやっぱね、お海といえばラブダッシュみたいなところありますからね。ちょっと歌ってもらっていいですか？どれ？いいんすか？ラブダッシュ。いいよいいよ、歌って。来ちゃいました、チュラ海です、行こう。キモ。ちなみにラブダッシュの時のプロモ映像にはマリンちゃんのバストとか書いてますから、スリーサイズが書いてあるんです。すっげえ。そこまでチェックしてる。そこまでチェックしてる。めっちゃすっげえ。興味のある方はぜひともね。ちなみにマリンちゃんのバストは、そこまでは調べてないんですけど、いく出てくるんですね。でも沖海2の時のプロモーション映像には出てきます。唯一ラブダッシュだけそれが放送される。ペヤングさんは海シリーズどれが一番好きなん？僕ね、それちょっともうね、僕ね、ちょっとね、へーしか言われへんわ。ちゃんとついてきていただいて。うん、あ、どれが、海が一番どれが好き？そうですね、これちょっと怖って思われるかもしれないですけど、僕は地中海が好きだったんですよ。紫の枠で綺麗なボタン、ここにあったやつね、あれが一番面白かった。結構じゃあ古くから打ち込んでますね。そうですね。あれ何年前？もうだいぶ前ですね。地中海何が良かったって、大当たり確率が99じゃないんですよ。確かあの時89分の1で。いやもうそれで89分の1ってなんかちょっとデーブ・スペクターっぽくなってたけど。大丈夫や。そういえば今日収録日8月2日ですけど、マリンちゃんのお誕生日って8月1日で昨日なんですよ。へー、8月1日、あーで8月2日が嫁の誕生日ですわ。そうっす。おめでとうございます、奥さん。ありがとうございます。伝えておきます。で、奥様の誕生日の時に何してんねんすよ。今日は富田マネージャーその顔で変えてもらう感じで。田島店長、ちなみにあの当たる時、はい、当てる時って、はい、あのかざすタイプ？ね、僕当てる時っていうのは一発、あのもうあ大体当たるなーって時にこうパッてやる人、ピカーンって光るじゃないですか。あ、あのちょうどタイミングよく落ちてる。あ、そうね、僕はそんなんしないです。あ、しないんや。そのやっぱり打つ時って、あのどうしても海のコーナーっていうのはおじいちゃんおばあちゃんが多いんで、
あの人らその音に敏感で、音鳴るとずっとこうやって見てくるんです。あの人ら音に敏感なんで、僕は基本的に静かに打つの、でも連動はするんですよ。でもあのタイミングは分かんの、あのはい、もう 100% じゃあちょっとやってみて、任せてください。ただ通常図からでもなんのかな、核変中あ、まあ、ならんか、核変図からやったらなりますよね。逆に昇格するときに揃ってるとなるんで。あ、そうなんや。そうだからここで揃う瞬間になれば学園昇格確定。ああ、もうならないです。ならない。タイミング間違ってることはないの？ 100% ない、 100% ない。それだけはめっちゃ好きやん、海。いや、もう好きですね。いや、すごいですね。あ、おこれは、え、でもチャンスですよ。だからあの、確変以上じゃないですか。うわ、ちょっと難しいでやりますね。やろあれですよ、保留内か、保留内レンジャー確定する。え、すごい。これ保留連か10ラウンド昇格か。ほら見てみれよ、俺は知ってるやろうが。これ偶数で当たってるので、まあ確変昇格、これ当たった保留連ですよ。どれかが確定か昇格か。ボタンはこうやって押します。いやいやいや、お願い。今サム出てたよ。え、サム出てた、うん、今サム出てましたね。見とけよ。サム見えへんかった。お願いしますっていう意味を込めて頭で押すっていうのね。うん、立場がそれ残念ながらこっち映ってないから。残念かよ。残念かよ。そうやん、頭痛いだけ。サム出てたのに。もったいない。10ラウンドは 2% しかないので。あ、すごい。いや、すごいよね。やっぱ海が好きやし、海を愛してるし、海にも愛されてるよね。そうですね。俺よ、海に愛されてた。あの、富田姉ちゃん、何も見せもないですけど。私は全然ダメですよ。まあ今のところも田島さん2回プレミア出てるから。そうですね、もう勝ちやけどね。これ勝ったらすごい。お、まあだから今日は最後トミーに太鼓の達人ちょっとやってもらいます。え、なんかご褒美みたいになってますけどね、それ。ちょっと、え、あー、よっしゃ、はい。田島君、ちなみに、はい、よくホールでマダムがこう手をかざしたりしてるけど、あれは一緒にやんと。ちょっと待ってくださいね。あー、え、もう一回やってください。なんかこう、魚群をこう読んだりとか。これね、タイミングがあるんですよ、やっぱり。そのリーチって言った後、泡はすぐ出てくるんですけど、はい、魚群はワンタイミング遅れるんですよ。リーチ、うん、みたいな感じで来るんで、そのタイミングがドンピシャであった時、魚群が出ます。いや、キモいキモい。もうカメラ目線うざ。海が好きすぎてすごいな。いや、もうそうですね。いや、すごいっすね。さすがやな。なんかが、あの、普段起こらないやつが起こると、海物語大々的に確変昇格確定なんです。え、なんでなんで普段聞いて聞いてもらっていいですか。普段起こらないやつ、例えば前兆演出とか、その近江法とかで言うとビッグバイブとか、そういうのが鳴ると確変昇格確定するんです。確定、確定です。当たった場合です。当たれば。だから逆にこのリーチ危ないです。そうですね、ノーマル。ノーマルで、うん、前兆で。うまっ。じゃないです。すげえ。ありがとうございます。うまっ。めっちゃ見せてくるやん。もうね、お前や 100% やった。めっちゃ見せてくるやん。あ、曲変えられるんですか。アッパレジャパンにしますわ。すごいな。いや、動画ならではですよ、本当にね。そうですね。じゃあ、ただまだウリンちゃんの浴衣が見られてない。ウリンちゃんの浴衣が。あ、俺もウリンちゃんの浴衣見たい。絶対見たないでしょ。ロリア言うてたじゃないですか。ちゃうちゃう、あんたがロリア。俺はもう、俺はウリンちゃんや言うてんねん。ワリンちゃんでしょ。もう、めちゃくちゃ。あかんよ。もうこの人多分、三陽の動画出したらあかんと思う。ちょっとね、私のなんもないっすね。なんもない。これ、ユーパチですよね。イメージ悪なってまうんだよ。やばいやばい。お前や、ダメダメじゃん。当たらないときは一回ハンドル離して保留をなくしていただくんですよ。で、一回あのあれですよ、 IC カード抜くとか。ああ、そういう感じですね。で、海物語通常中海占いができるんですね。なるほど。それで魚群を出してから打ち始める。オッケーオッケー。今回じゃあちょっと止めてみよう。はい、こうやったんですけどね、1、3、4 ね。で、この金魚群が出た時はすごいですから。
今回はですね、金ドン保留っていうのがあって、はい、それがだから大当たり中に出ると、その保留も確変大当たりになるので、まあ、実質3連チャン確定です。すごい !3 連チャン確定。もう打ち始めて持ってるやん。もう打ち始めて持ってる。一緒、人の話聞いてない。じゃあもうね、もう我慢できんね。そう。あ、7、このこれは熱いでしょ。これは当たるでしょ。もうこのリーチになってから真ん中に止まって続くのは熱い。もう一丁どうですか。で、こうしたらならんのかな。ここならんの。あ、うわあ、もうね、こうなるとちょっと心は折れますよね。なるほど。まあでも確変中なんで、まあまあまあね、ええ、これあのジャパンモードでしたっけ。ああ、はい、ジャパンモードです。もうあのあれあるんですか、なんかそのさっき言った招き猫みたいな高さがちょっと高かったらチャンスとか。あー、ジャパン分からへんな、ね、あの海とかあったじゃないですか。そうですね、次、お、見て、お、お、来た、うわー、これがランクアップモードです。はい、ラブボーや、ラブボウィスカーや、ウィスカーえ、すごいすごい、かわいい、かわいい、めっちゃ飛んでる、めっちゃ飛んでる、かわいいね、ウリンちゃんかわいい結局そっち結局ウリンちゃんがかわいい、やっぱり。いや、これね、やっぱりウリンちゃん、サンヨンさんがすごいなと思うのは、このウリンちゃんの認知度がすごいですよね。もう今やウリンちゃんがない海なんか海じゃないですから。ウリンちゃん何歳ですか。16歳ぐらいちゃいます。まあまあ、いや、わかんないですよ、わかんないです。ウリンちゃん15歳。15歳、ニアピン。ウリンちゃん15歳か。じゃあ中2か、中3。そうですね、ちょうどいいですね。何がちょうどいい。何が、何がちょうどいい。ドリコンか。ちょうどいい発言やん。そういうとこは全力で食いついてくれるんです。海のことは全然食いつかへん。え、マリンちゃんが18でしたっけ。マリンちゃん18歳。はい、おっ、え、知らんかったんすか。ちょっと行き過ぎっすね。なんでやねん、なんでやん法律的にはいいやん。あ、マリンちゃん18か。で、あれはマリンちゃん名前分かってないやん。もうあれ言うといて、あれ言うてるよ。あれ言うたら奥さんの写真出しとこうかな。マリンちゃんも18歳。18歳。じゃあサムも同じとしてる。そうですね。ところがね、サムは22歳。おかしいやん、犯罪者じゃないですか。犯罪ちゃうわ。ただのね、ただのマリンちゃん18や。22。サムが22。すごいですね。もういい、終了で。あ、この保留見て終わろうか。はい、当たりますか。これ紫だから、まあ若干ないとも期待できるんかなっていう。富田マネージャーは地方どこ選んでるんですか。大阪じゃない、近畿。近畿、あのたこ焼き、たこ焼き。ほら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 、紫傘先読み絡んでないですけどね。おお、夜になった、夜になった。あ、夜背景、これプレミアちゃん。いや、僕ちょっと見えないんですよ、それ。あ、お前やクジラッキーの何妹さんやったっけ。クジラブリ、クジラブリ、クジラブリ、いやークジラブリ、クジラブリ、それはすごい、クジラブリ。トミー、そんなんいらんねん。クジラブリ、クジラブリ、終了お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、本日はスーパー海物語 in Japan 2 with 太鼓の達人のユーパチタイプの長時間にわたったんで、ヒゲがだいぶ生えてきました。ちょっと落ちてませんか。落ちてるヒゲが落ちてる。ちょっとなんか汚なってますね。やかましいわ。もともとやかましい、やかましい。はい、ということで、シダ終わりましたけども、はい、まあ、当たりもね、そこそこ取れまして、はい、あと、田島店長に関してはプレミアを結構いくつか出していただいたということで、しかもまあまあね、うん、マニアックにいろいろ教えてもらいました。そうですね、かなりやっぱり海好きなんだなっていうのは伝わったじゃないかなと。当たった時の顔はほんまあるのマジであるです。いや、やっぱりね、あれが重要なんです。そのあれが面白かったですよね、やっぱり各編中の太鼓の達人の演出で、あれ押すたびにボタン実は震えてるんです。で、量とかが出るんで、もうやってる感がすごいある。震えてる。まあ僕、全然当たらなかったんですけどね。いや、ちょっと体感したかった。止めたまじで足が震えてました。
いつだと当たんねんこれ。これいつだと当たんねん。って感じですね。はい、ということで、まあ、プレミア、最初に出したのがね、田島店長、はい、ペヤングさんということなんで、今回はペヤングさんの勝ちということで。ありがとうございます。まあ、富田マネージャーには、罰ゲームということで。ねじりふんどしの刑ですね。1週間ね。お出迎えねじりふんどし。はい、ということで、まあ、本日ね、豊中南店の、普通の放送はいつもゲーム配信やらせてもらってますので、まあ、その中であの太鼓の達人も1回やったことあるんですけど、まあ、本日はトミーに、太鼓の達人の難しいバージョンをちょっとやってもらおうかなと。はい、おお、これ本当に難しいですからね。ああ、そうですか。はい、もう全然リズム感だけは。そうですね。リズム感だけで弾いてきた。まあ、歌もうまいトミーですので。まあ、今日はちょっとトミーが負けてしまったということなんで、はい、トミーに太鼓の達人を実際にプレイしていただく感じでいいですかね。はい、じゃあよろしくお願いします、はい、これクリアできなかったらあれですよね、1週間尻尾つけてもらうってね。お約束で。何の尻尾。うまいな、すごいな。誰でもできる。ほんまにゲーム全く分からへん。絶対買わんようにしてるんですよ、うん、かっこええな。連打してるだけじゃないですか。やり方わかります？大丈夫ですか？レンダレンダレ。あ、もう青は何これ。青はこの縁を叩く。ああ縁縁縁縁。いや、一回じゃないですよ。一回どつくみたいになってますけど。もうミンでもできるレベル。もうそのおそらくだいぶ飽きてますからね。もうあんまいけてんじゃんこれ。いや、もうすごいっすよね。ゼロっすよ。あ、メーターたまらなかった。そうそうそう。あ、趣旨わかった。趣旨違う。それでは僕の最高のパフォーマンスをご覧ください。メルメル。今の100点です。